津波のメカニズム研究も、海洋物理学の対象海洋物理学とは、海流がどこを、どのように流れているかなど、海洋の物理的な条件、状態及び運動を記述、研究する学問である。海洋物理学は、記述海洋物理学と理論海洋物理学から構成され、前者の目的は、海洋観測による海洋の状態、変動、 物質分布の解析及び記述であり、後者の目的はそのメカニズムを説明する理論、数値モデルを構築することにある。記述海洋物理学に用いられる、海洋観測は多岐にわたり、海洋科学、海洋生物学とも重なる部分がある。観測船による観測、漂流、固定部位による現場観測が主流であったが、技術的発展により、 様々な観測方法が提案され、海洋工学、海洋音響学、衛星海洋学などのサブカテゴリーが存在する。理論海洋物理学は、気象力学とともに、地球流体力学の一部分をなし、流体力学、熱力学などを基礎とした応用科学である。計算物理学の一分野としても発展しており、多くの海洋数値モデルプログラムが、 GPL などのライセンスによって無料で公開されている。近年では地球シミュレーターなどの計算機の発展により現実的な海洋に極めて近い状態をシミュレートできるまでに至っているが今後のパラメタリゼーションなどの課題も多く残されている。ありがとうございます。